行は各サーキットが有料で行っている練習走行。鈴鹿サーキットの場合、SMSC 鈴鹿モータースポーツクラブに入会し講習を受ければ参加することができる。1回で走れる時間は45分。岡田君はマシンの挙動を確かめるように慎重にステアリングを切り、アクセルを踏み込む。そして2周目には2分37秒台をマーク。走り始めとしてはまずまずのタイムだ。しかし周回を重ねるごとにプラットフォームで待つ山本君の表情が硬くなる。タイムが伸びないどころか落ちているのだ。同時に走っている他のチームのシビックレーサーは着実にタイムアップしている。岡田君は何回かピットインを繰り返したが、最後まで足回りのセッティングは決まらなかった。この日の気温は33°C。45分のスポーツ走行を終えピットに戻ってきた岡田君は激しい暑さのためバテバテ、疲れ切って声も出ない。山本君はすぐマシンのチェック。タイムの伸びない理由はどこにあるのだろうか。どうした？疲れました。思った通り動いてくれないから、まだシェイクダウンなんだから、馬は思い通りに動いてくれないから、やっぱこう余計な動きするから余計に神経使う。シェイクダウンとしてはまあ成功した方なんです。